通常はじゃあ俺らのことを奴隷にしようとしてるね。フランスの方からもそう言うとる。さすがは市民革命の国や。新道隆三郎は活動家であった。大事な思想があり夢があった。新道には譲れないものがあり、それを守ろうとし守れなかった。彼の必死の抵抗が残したものを誰が受け取れるのだろうか。遊撃部隊2月病が送る思想と暴力の閉鎖空間 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。